津谷は昨日午後6時から皇族のほか稲田防衛大臣ら閣僚も参列し赤坂御用地の三笠宮邸で始まりました喪主を務める妻の百合子様に続き皇太子ご夫妻が棺に向かって拝礼されました津谷は30分ごとに皇族をはじめとする参列者が入れ替わり明日の朝まで続きます津谷に先立って 天皇皇后両陛下も三笠宮邸を訪れ弔意を示されたほか棺を祭壇のある別の部屋に移す精神移久の儀が行われました。